境で第4土曜で歳末イベントということで急遽タイトルコールをしていただきました。ここからは境で第4土曜デーの情報をたっぷりと紹介していただきます。そしてスタジオにお越しいただきましたのは境で第4土曜デー実行委員会より大西さん、はい、そして今回スペシャルなステージを予定してくださっているという武田さんにお越しいただきました、はいはい、よろしくお願いします。そして今日はですね、あの俳優の岡部優真くん、はい、スタジオ一緒に、はい、放送しています。あの東京なんですよ普段は。前行ったよね。そうです、はい、あ、そうです、そうです、ね、そうです、はい、そっかそっか、はい、そうでした、ね、大きくなりました、うん、大きくなりました、はい、ありがとうございます。26歳まだまだピチピチですけれども ね、はい、はい、そうなんです、はい、ということで今日も第4土曜デーの情報をたっぷりと紹介していただきたいと思いますが、うん、まずは日時教えてください。はい、12月28日土曜日9時から13時の開催になります。はい、もう境で商店がおなじみの第4土曜デーなんですけれども年内ラストということですよ ね、 すね、年内に締めくくり、はい、28日って結構今年の第4土曜デーって本当に歳末って感じですね。いつもはあの、うん、クリスマス時期にしてたんですけれども、ね、うん、第4週いうことは28日まで座りまして、ね、はい、はい、もう正月気分の前ですね、はい、ですね、はいはい、慌ただしい中ではありますけどだいぶちょっとでも大掃除とかも終わって逆に落ち着いてるかもしれませんのでご家族で来ていただきたいと思います。はい、はい、イベントはどんな内容になってますか。はい、ですね、横にいるんですけれども、はい、毎年恒例の、グリークラブ香川というあの、はい、男性合唱団の、はい、からよりすぐりの4人カルテットの皆さんが来ていただいて、はい、いつもはクリスマスに関する歌をするんですが、はい、今回はですね、はい、横にいる武田さんからのちょっと情報をお願いできますかね。どんな歌が、はい、まあ、この後ねあのクイズを控えてるんですよ、はい、クイズを控えててね、それはね、あの大人は参加不可、あ、参加不可、参加不可、はい、ね、子供さんだけね、うん、というのはね、去年ね大人がハイハイって手挙げてね、はい、高校生やら大人やらが商品をいっぱい持って帰ったんですよ。なるほど、子供たちかわいそうだから、はい、じゃんけんさせてかわいそうでしょ、うんうんうん、ね、だから子供さんだけ参加させるということで、はい、やっぱり子供さん向けの曲をね今回集めてみました、はい、ディズニーとか、ね、ジブリとかを中心にやりたいな、はい、ただね、まあ、それだけではやっぱり大人の方々もやっぱつまんないねと、はい、ということで、ちょっとだけ演歌とかね、はいはい、ムードミュージックもちょっと中にね、なるほど、組まれてますのでね、はい、皆さん、楽しめるようにはなってます、はいはい、でこれでクイズで正解すると何が当たるとかっていうのは明かされてるんですか。まだやね、いや、明かされてた、明かされてました、これにありますよね、はい、今年、ワンオールですか、はい、ワンチームですか、その日本代表の、はい、ラグビー T シャツを、はい、クイズ参加して、見事ゲットしてくださいよ、おー、はい、おー、 T シャツが当たるんですね、はい、いやこれはちょっと喜ばれそうですね、うん、あの他にもじゃあいろいろ用意もされているということは、あの子供さん向けに、はい、あのジュニア用縄跳び、うんうんうん、こちらですね、はい、普通の縄跳びとは違いまして、はい、より跳びやすいと、そんな縄跳びらしいんですって、はい、ああなるほど、これ大人用もあるやつ、大人もあるんですけど今回はジュニア用だけで、ジュニア用、はい、そうですか、そっかそっか、なるほどなるほどごめんなさい、はいはい、あのね、これ大人用ね、うん、あのキューチスポーツさんでね買わせていただいたんですけど、はい、二重跳びが簡単にできるで、ね、そうなんですか、あのやつで、僕も最初の、はい、3日ぐらいはね、うん、頑張って二重跳びしてましたけど、へえ、ゆうまくんなら50跳びぐらいできるかな僕もねよくあの30跳びとかをアップでやってたりとかしたんですけど、すごいね、そう普通の縄跳びで、普通の縄跳びなんですけど、アクロバットなんで彼バック中とかできるので、すごいな、そうなんですよ、はい、この前のミュージカルもそういう役でやらせてもらったりして、ぜひねちょっとこれ気になりますね、欲しいですねこれあの
ね、もし木内スポーツさんの前でこの縄跳びでゆうまくんが飛んだら飛ぶように売れるかもしれないです。あ、それは宣伝になるから、宣伝になりますかね。じゃあモデルとしてぜひ、ね、木内さん言っておきます、ね、お願いします。勝手に商談が。これ何個ずつぐらいある。いや、それは当日の当日の楽しみで、はいはいはい、ね、これで、まあ、1人1個ね、うん、まあ、あの T シャツ当たった方は、はい、ちょっと縄跳びはご辞退いただく、ね、はい、それでなるべくねたくさんのね、うんうん、お子様がね、はい、に当たるようにしてほしいなと、ね、はい、一家でね、はい、全部がめてしまうことがないように、気をつけたいなというふうに思います、はいはい、2年ほど前、はい、私ちょっとお邪魔させてもらってそのクイズを聞いてたんですけど、はい、私は隣の全然知らない子供に耳打ちで答えを教えてましたけどでもね、子供さんがね正解してゲットしてくれたらいいのでね。そうそう、うん、ね、だから子供さんでも知ってるようなね、うんうん、曲ばかり集めてますからね、はい、きっとわかるとは思うんですけども、はい、ね、まあ言ってもね、もういきなりこう、はい、その題名をね、はい、もう題名から始まる歌いっぱいありますからね、はい、最初よくこう聞いとけば大概わかるというね。そうですね、はいはい、ぜひそんなクイズ大会参加していただきたいと思います。その他どういった内容になってますか、第4土曜では。はい、あとこちらの方には載ってはないんですけれども、はい、君ともキャンディさんっていう、はい、アイドルグループ、はい、自己同士のアイドルグループの方が、はい、11時から、はい、商店街ちょっと離れているんですが、はい、本通り商店街側で、はい、ミニコンサートをされる、うん、ということと、はい、そのファンの交流会が13時から、はい、第4土曜で終わってから交流会が、はい、オアシス元町の中で行われます、はい、あ、なるほど、はい、ぜひじゃあ君ともキャンディに会える機会ということなので、はい、こちらも来ていただきたいですね、はいはい、また通常通りのゲームコーナーとかはありますか。はい、ですね、子供に大人気のベイブレードバストの、交流会、はい、それとかですね、将棋の交流会ですね、はい、あと昭和から始まっている土曜で懐かしいゲームを開催しております、はい、ボーリング係の武田さんがちょっといらっしゃらないことで、そっかそっか、歌ってますからね、そうなんですよ、うん、このイベント中11時半から12時ちょっとの間は、はい、ボーリングはちょっとお休みさせてもらいます。お休みで、はい、させてもらいます武田さんいないとボーリングは成り立たないということですね。そうなんです。でよくね、弥生さんの番組でよく投稿してくれてるピロシ君ね、はい、ピロシ君も今回ですね、はい、このグリークラブカルテットに参加しますのでね。なるほど、はい、はい、ね、だからね、もう人員としては2人抜けちゃって、はい、ね、ボーリングは今回はちょっと、はい、お休みということで。わかりました、はいはい、まあ、その間ね、他のゲームで遊んでいただいて、はい、はい、もうレトロなねゲームが射撃とかジャンボパチンコとか、うん、ね、結構単純なゲームですけど盛り上がりますよね。盛り上がるしね、もう子供がね、がね、うん、もうなんと言いますか、すごく加熱するんですよね、うん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 、もう、はい、本当に大きなパチンコなんです。でめっちゃでかいですね、うん、それは子供喜びますね。中にも制限持ってきてね、もう10回連続とかね、うん、大丈夫、今月の小遣いみたいなね、先がちょっと思いやられますね。いや、これはぜひね盛り上がること間違いなしですので、うん、はいはい、このチラシの方はどのように配布されてますか。はい、ですね、四国新聞に、はい、まあ、27日木曜金曜日ですかね、はい、それに朝刊に、はい、まあ、入れるのと、はい、あと各小学校幼稚園保育所境田市内ですね、はい、には全校配布しております、はい、それとですね、フェイスブックとかツイッターなどで、はい、これをシェアしていただくと当日、はい、係のものがこれを1枚プレゼントという形で、はい、はい、しております。ぜひね、チラシをゲットしていただきたいんですが、それには訳がありまして、特典があるんですよね、大西さん。はい、毎回なんですけれども、土曜でのゲームの半額券を2枚入れておりますので、はい、よりゲームがしやすい状態になっております、うん、はい、
基本的に安いんですけど、さらにお安くなるということですね。まあ、大体が100円なの で、ね、まあ、これがあるとね、はい、50円になりますので、ね、はい、100円あれば2つ楽しめるということになりますよ ね、はい、はい、ぜひチラシをゲットしていただきたいと思います、はい、では改めてですね、第4土曜デーの日時場所教えてください。はい、12月28日土曜日9時から13時栄で商店街で開催いたします。はい、はい、そして武田さん、クイズのクイズ、はい、そしてあのグリーの宣伝をお願いします。はい、グリークラブ香川の、ミニコンサートはですね、オアシス元町前で、11時30分から始まります。で、それを30分ぐらいお聞きいただいて、それから12時から、曲はでクイズということになっておりますからね、はい、12時に来るのではなくて11時半からぜひお越しいただければと思います。はい、はい、ぜひね、余すところなく第4土曜デーを堪能していただきたいと思います。歳末ということでね、たくさんの方お買い物も楽しんでもらいたいですね。そうですね、はい、はい、ぜひ商店街巡りもしてみてください。この時間は第4土曜デーについて紹介していただきました。大西さん、武田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで1曲お聴きいただきたいと思います。